タイのバンコクからスクート航空を利用して、大阪の関空まで行くところです。で大阪に行くんですか、スクートということで、今回3回目かな、です。で便名が TR866 便、でございます。エアアジアともに、まあ、LCC としてね、タイのバンコクを就航している航空会社として知られるんですけど、何が違うかって333の配列です。ボーイングの787中型のワイドボディ機なんですけどね。だからエアジアの33じゃないですか。こんな感じで、まあ、割とねエアジアよりもいいですね。モニターがないんで、ちょっと暇ですけど、まあ、最大読書とかなんかいろいろとタブレットとかなんかいろいろ持ってきてね、やるといいかなって感じがします。一応ネットは有料でつなげることができるのと、食事に関してもネットでね、申し込みができます。で、チョコの最新です、787、これで光の調節ができるんですけどね。で、まあ、こんな感じでスクートの、機内食なんですけどね、まあ、ホットメールとかいろいろあります。ぶっちゃけ美味しくなかったですね、前食った時ね。まあ、いろんな人に聞くと美味しくない美味しくないって言ったのその通りだったんですけど、ここら辺はね美味しくないんですよ。でもね、ここのサンドイッチこの間食べた時はね結構美味しかったです。いや、ぜひこっちよりもライトミールの方がいいのかなっていうね、ホットミールのライトミールってありますけどね。でカップヌードルなんかもあるんで、日清のやつとかね、あります。でハーゲンダッツ、まあこの辺のね、タナコといいます。まあ、飲み物、ビール、あとプレミアムセットというかいろいろセットもあったりするんですけどね。まあこんな感じですね。今ね、どこにいるかというとスクート、シンガポール航空のスクートの、中に乗っています。飛行機乗ってるんですけど、まあ、スクートということで、まあ、今回3回目の利用なんですけどね、まあ、こんな感じです。スクートっていうのはね、まあ、シンガポール航空子会社、まあ、シルクエアなんかもあるんですけど、まあ、機材が2つあります。2つで、正確に言うと4つなんですけどね。ボーイング787と、320319、787が2つあって、787-9と787-8の小さい小型ジェットが多いんですけど、自分たちが行く例えば日本線に関しては基本的には、787という中型のワイドボディです。スクートシリーズ、スクートね、なかなかいいですよ。エアアジアよりね、リーフはこの日本線に関しては787なんで、